はい、それでは今日からは経済の勉強を始めてみましょう、ね。経済はお金に関することの勉強だぐらいは分かりますよね。え政,治政治と並んで大事な分野になりますしっかり学習しましょうね。えー、最初はは私たちのの消費生生活ってことこででですす皆さんはまだ中学生ですので お金を稼いでいる人っていうのはすごく少ないと思います。中にはね、えー、会社を経営したりとかですね、株を取引している人もいるようですが、そういう人は滅多にいません。大抵の人は、えー、親からお小遣いをもらって何かを買うということで経済と関わっていると思います。ね、こういう人たちをね、消費者っていうんですね。大人の人は消費者になるときもあるし、また別のことをすることもあります。ね、逆にお金を稼ぐ場面もあるということですね。 これをね生産者と言います何かを作っている人というイメージがありますがあ中にはうちのお父さんお母さんは何か作っているわけじゃないよとかあ先生だって何も作ってないじゃんって思う人がいるかもしれませんこれは後で説明しますねはい、消費者は生産者にお金を払って商品を買うこれを消費と言うんですねはい、生産者は生産をして商品を売るということになりますね え先ほど言ったみたいに生産者と言いましたがえ商品の中には食べ物やこうリンゴやテレビみたいに形があるものこれをねいっぱいに財と言っていますねそれに対してですねコンサートを見に行ってもお金払うしえと美容院で髪の毛を切ってもらってね綺麗になってくるとこれもお金を払いますが別にこれは何かを作ってもらったり物を買ってきたわけではないですね。 こういういのは、ね、サービスに対してお金を払ったと考えます、ね、だから、えー、とスポーツの選手やアイドルや美容師さんや保育士さんなどはこのサービスの仕事をしてる、ねえー、まあ多少物も売りますが飲食店などもやはりサービス業というものに入りますさあ経済というのはこのようにですね、えー、と生,産を消費生産と消費を通じてお互いに暮らしが豊かになる。 ね、みんながこうやって生産したり消費をしているうちにお金が回って豊かになるそういう仕組みと捉えられますさあ経済の単位の中で一番わかりやすい身近なものが家計になりますね、えー、家計はですね、えー、皆さんはお小遣いという収入があると同じように家計の場合は誰かが働いていて収入を得ていると思いますね え収入にはいくつかあってですね給料をもらっている給料収入あとお店で物を売ったりとかですね農業をしているとか物を作っているとかしては事業収入それからですね土地だとか家だとかをたくさん持っていてですね羨ましいですねえそれを誰かにえワンションを貸したりとかですね土地を貸したりして収入を得ている財産収入なんてもあります。支出の方はどううでしょうか ね、何かを買うとお金払いますよねなんでこれを消費支出と言いますしかし何も買っていないのにまたは何のサービスも受けていないのに支出をする場合があります私もそうですが給料からあらかじめお金が引かれていたりしています、ね、非消費支出わ、ね、かりますね税金や社会保険料などですこれはいろんな人に役に立っているからえっ、ー、と あの巡り巡って誰かの、うん、例えば病院に行った時に料金が安くなったり中学生だと無料になったりしますがそれは、えー、国民が皆、えー、医療保険を払っているから医療保険料を払っているからですよね、まあ、そういう仕組みだというのは分かりますがパッ、まあ、と見,家計から見るととと消費の一部ということになりますさあ収入から消費支出を引いて非消,消費支出を引くとこれでゼロになったら。 残念ですよね。マイナスになったら大変ですよね。ということで答えがね、まあ、プラス、残りがあったらこれは普通貯蓄に回すということですよね。まあ、一番多いのが銀行などに預金をする、ね。たくさん貯蓄ができるのであれば土地を買ったり株を買ったりする。ね株とか ああ買うのはちょっとどんな意味かわかんない人もいると思いますね。これは後でまた少しずつやっていきますが、お金がたくさんあればこんなこともできますね。さあ、こんなふうにして家計が成り立っていて、経済の大事な単位の一つになっています。さあ、みんな欲しいものがいっぱいあったり、やりたいことがいっぱいあると思うんですよね。人間のね欲望、まあ欲求ですね。きりがないんです。非常に大きいんですね。それに対してですね、えっ、ー、と。 サービスや財は、ね、少ないんです、ねえー、少なければ少ないものほど価値が高いですねダイヤモンドのようにめったに取れないようなものとかですね、えー、と非常に高級なものなんかは少なくてみんなが欲しがりますが一般に値段は高くなっていきます、ね、こういうふうに少ないものが値段が上がってみんなが欲しがっている状態のことをまあこう希少性なんですね,ね経済の大事な要素ですね。のの価値というのは その時の人々がそれを欲しいと思う量とかですね、状況によって変化していくんですよね。ダイヤモンドを持っていればいつでもどこでも高いお金と交換してもらえるとは限りません。ね、これはね経済を通じてね勉強していくんですが、物にはたくさんあるものは一般に安くて少ししかないものはえと高くなるね。希少性というものがあるということですね。覚えておいてください。さあ欲求は限りありませんが。 私もそうですが給料は限られていてそれからですねもしお金がいっぱいあったとしても時間も限られているから何でも好きなことが全部できるわけではないという,こう制限がありますから、えー、経済の要素としてですね自分のやるものをどうやって選ぶかっていうことはねとても大事選択することも重要になります。さあさすがに時間はどうにもなりませんがお金の方はですね今、えー、便利なんですどね。電子マネーとか クレジットカードを使うとですねその時お金今持ってないけどもカードを使えば高い品物も買えてですね少し欲求が満たしやすくなっていると思いますでも分かってますよねカードを出せばお金が払えると言っても自分のえー、と預金より多く買えるわけではないんですねうっかり高いものを買ってしまうと借金を背負い込むことになったりしますね 計画的なより良い消費生活をしなければならない。ね、便利な反面いろいろ考えなければならない時代になったと言えると思います。はい、契約と消費生活新しい内容に入ります。さあ、あのお客さんで物を買うとお店の人がありがとうございましたと言いますね。そういうことことはつまりお客さんの方がつまり消費者の方が偉いっていうことなんですよね。消費者は 生産者側からお礼を言われる立場、ね、でつまり消費者主権であるというねこれ主,権主権を大切にしなければならないと、ね、消費者は何かを買いたい売りたい人がいて合意が成り立つと,、えー、とここで契約というのをするんですね。えー、車を買う時とか家を買う時などに私も契約書に何枚も判んをしたり署名をしたりして面倒な書類を作成しました。 別にですね、そんな高いものを買わなくてもですね、お菓子を一つ買っても、鉛筆一本買ってもですね。契約は成立したと考えるんですよ。なので、契約書は特に書いていないけれども、物を合意して買ったということは、契約が成立したと考える。ねさて、どんな契約を誰と結ぶかというのは、当事者の自由、契約自由の原則というのがあるんですね。 はい、この自由な原則の中でですね消費者主権が生きていくといいんですが実際には非常に難しいんです。なぜかというとですねそういえば国民主権っていう言葉が政治であったけれども皆さんは政治のことに詳しいですかね皆さんのお父さんお母さんどうでしょうか。先生は社会科の先生だけれどもかといって政治のことを何でも知っているわけではありません。つまり、えー、と 国民主権とは言っているけれども、政治のことは政治家の方がよく知っているね。これはあの消費に関しても言えるんですね。実は買う人よりも作っている人や売っている人の方が商品のことをよく知っている。まあ、当たり前といえば当たり前なんですね。はい食べ物の後ろなどにこういう食品表示というのが出ててですね。これは消費者に内容を知らせる。これ、ガムのえっ、ー、と包み紙に書いてある表示ですね。 それからです、ね、これはねベーコンねソーセージとかハムラとかベーコンのね表示ですねさていろんなことが知らせてあるんですが皆さんこれ見てこれ何のことか全部わかりますかわからないですよね私もわからないものがいっぱいありましたいろいろ調べてみたんですねそうしたらですねガムの中にですね,、うん、ね銅葉緑素というのがあります クロロフィルと書いてあることもありますが緑色の色をしているガムとかにねこれが使われているんですね。でどう葉緑素はどうやって何を元にしているかというと植物の葉緑素を取り出すんですがこれどうやって取り出すかって、まあ、全部じゃないんですけどどうやらあのお蚕蚕ですよね糸繭を作るために飼っているたくさんイモムシみたいのを飼ってますがあの糞から取り出すのが意外と楽らしいんですね。 どう同用力書と書いてありますかもしかしたらこれはカイコの糞から取ったものかもしれません安い抹茶味のお菓子の緑色はカイコの糞から取ったものが意外に多いんだそうです別に体に害はないんだけどそうここにカイコの糞って書いてあったらなんか売れなくなっちゃいそうな気がしますよね同じようにですね、えー、カルミン酸というね、それはですねあのどうやらこの赤いベーコンの うん、赤みを出すために色素を使ってですね。肉は赤っぽい色をしていると思っていましたが、えわざわざ赤い色をつけてるんですね。しかもこの赤い色はですね、貝殻ムシっていうね、虫、アブラムシとか貝殻貝ワームシっいうのが木についてるんですが、でもその中身が赤いらしいんですよ。この赤い色素を使ってるらしいんですね。えっ、ー、と、なんか気持ち悪いな,なと思うんですよね。でもね、これ消費者も悪いんですよ。あの明太子だとかたらこだとか肉だとか。 またはかまぼこだとか赤いとおいしい気がするので赤い品物ってよく売れるんですよ本当に味がおいしくても色が赤くないとねたらこなんか売れないんだそうですだから仕方なく作る方もですね赤い色が目立つように色をつけるんだそうですねこうしてですね貝殻虫のすりつぶしたものが、えー、と色着色料として使われているんね、えー、聞いたら気持ち悪くなっちゃった人いるかもしれませんが みんなが食べているいちご味のお菓子なんかもだいたいこれで色をつけていることが多いようですよ。もちろん高級なものは本当のイチゴを使ってますが安いやつはどうもその貝殻虫の虫をすりつぶして作ってるで昆虫って色が鮮やかですからですねいろいろな色素として使われてます。他にもいろいろありますねわからない言葉がいっぱいあって私もいろいろ調べてみて初めて知った言葉がいっぱいありました。 ね、消費者試験と簡単に言いますが実は消費者が商品のことをよく知って自分が主体的に取り組むというのはあの関わるというのは難しいことだということがこれでわかります。さあじゃあ消費者の権利を守るためにという学習をしましょう。1962年、ね、今からずいぶん昔ですねこの人知ってるかなねアメリカのケネディ大統領ですね。キューバ危機 の時などに活躍した人です、ねえー、とこの頃、うん、アメリカでは消費者問題がいろいろ起こってきたし日本でもこのあと消費者問題がいろいろ起こってきますね日本では高度経済成長の時期になるしアメリカも経済が一番最初に発展してきますからケネディ大統領は消費者の権利ということに着目しました4つね4原則「安全を求める権利」「知らされる権利」「選択する権利」「意見を反映させる権利」ね これたまにに試験に出るのでで、ね、でよよくく覚えておくといいですす、ね、安全当然ですねそれから先ほどの食品表示にあった中身に何が入ってるかとか、ね、どういう状態か知らせてほしい。3つ目は、えー、企業が1つしかないと一般に価格が高くなってしまう。ね、なので競争して安くなるように、えー、いくつかの商品から選べるようになってるといい、ね。それから自分の意見を反映させることができるともっといいと。 ね、これが世界中の国のお手本になってですね日本でもいろんな法律が作られるようになったんですねはい、えーとえー、消,費消費者法基本法をはじめとしていろんな法律ができました2番目の製造物責任法1994年にできました PL 法などねこれもたまにね教科書にも出ているし試験にも出ることもありますねえみんなこんな表示見たことありますかこれカップラーメンを作るときに こんなマークがついてるんですね確かにねカップラーメンつけるとき火傷したら困りますからと言いたいところですがこんなこと表示する必要はあはありますか皆さんどうですかね、お湯に熱湯を注げば火傷ね失敗すれば火傷するに決まってるからみんな注意して入れてますよねね、ですからこんなこと書かなくたって分かってるよ 思うんですね。なんでこんなことが書いてあるかというとですね。これは pl 法の影響もあるんですね。製造物責任法ではですね。血管商品で消費者が被害を受けたら、企業の責任、つまり作った側の責任になるという大原則があるんです。つまり、この火傷に注意っていうものが何も表示がなくてですね。万が一ラーメンを作るときに火傷した場合ですね。企業を訴えることが場合によっては可能になると そうされては困るのでちゃんと表示してありますよっていうふうに示すためにわざわざこなのでこの PL の方のせいでですねこの注意書きがいっぱい多くなってですね取取説説でですすねね扱説明書もどんどんんん分厚くくなっていくんですねあの皆さんもね今度お父さんの車の,ねこの説明書なんか読むと分厚くてですねよく見ると大事なことも書いてありますがそんなのは当たり前だろうっていうことも いっぱい書いてありますね。これはピーエル法の影響も多少あるってことですね。はい、2004年の消費者基本法では、えー、ケネディ大統領の時と同じような方針がね、少し発展して示されています。四つはだいたい共通してますが、えー、と,、えー、と教育の機会の提供とか消費者被害の救済なんていうことが含まれていますね。えー、と日本でもこうやってですね、消費者のあの。 ね権利を守るための法律が整備されてきました。ね消費者庁という役所中央省庁もできて、えー、とさらにねこれからもいろいろな法律が整備されていくことでしょう。しかし消費者の被害消費者問題というのはなくならないんですね。えー、相変わらずねえー、と売る側に騙されてしまう消費者がいっぱい出るんです。訪問販売ね。 えー、家の中に入ってきて説明されてですねなんとなく品物を買わされちゃった、ね、通信販売テレビ見てたら面白そうなんでネットなどで通信販売に申し込んでね、えー、しまって申し込んでしまうそれからですね、えー、と電話勧誘販売これも不慣れなお年寄りなんかは面倒くさいからとか一生懸命勧めてくれるから悪いからっていうんで契約しちゃったりします。ね これはもうほとんど犯罪でですすが連鎖販売取引ですねつまり皆さんもこの商品売るとお金いっぱい儲かるよってね友達に紹介しようみたいになってですねこれで一番トップの人ばっかり儲かってですね下に行けば行くほど儲からないんですよ結局騙されたなあとで気がつくでいわゆるマルチ商法という昔古い言い方おじいちゃんおばあちゃんだとネズミコーナーっていうねそういうことをとあのまあ もう品物を売る側にさせられてしまうこれもですね業務提携型つまりね一緒に仕事をしましょうお金儲けになりますよね言ってですねと申し込むとですね必要だこれは仕事に必要だかといって無理やり商品を買わされるとかそれからあのこれもそうですねえっ、ー、とあの、ね、継続的にサービスする。 ね、何ヶ月やらないとならないとか何かやらないとならないという、ね、美容とかそういうものも、ね、含めてですね、えー、とこういうことがね、えー、行われるそして販売ではなくて逆に古いものね買い,買い取りますよ古い着物とか骨董品とか絵だとか宝石などもうあまり使っていようない,いような高値で買い取りますよってうまいこと言ってですねどんどん安い値段で買っていっちゃうみたいなそういうのが起こってしまうんですね。 でこれはですね買う人もです、ね、興奮しちゃってですね「あ得だなこれ買ったらお金儲けになるんでいいな」とか「あこの商品いいな通信販売で欲しくなっちゃった」って言ってうっかりこうノリで買ってしまったうっかりテンパって契約してしまったみたいなことがあるんですでこれね、えー、はがきを出すとあの、ね、解約できるんですよね。 この制度、ね、特にこっちの1から7までの134567はですね、えー、とはがきを出せばこうね、えー、解除できるって契約ねなんでかというとですね、えー、とても興奮して、えー、の,りのりで買ってしまった頭がカーッと熱くなってつい買ってしまったんですがよく考えてみると頭を冷やすとねこれはクーリングってうんですね冷やすとえっ、ー、と ああうっかり興奮して買っちゃったけど変これダメだよねとかね間違っちゃったよねとか買いすぎちゃったよねとか調子に乗って買ったけど高かったなとかねいろいろ気が付くんですなのでクーリングオフって、ね、例えば原則8日以内で契約の解除が無条件でできます45なんかは悪質なので20日以内とねただ気をつけなきゃいけないのは通信販売だけはクーリングオフの対象にならないので これは通信販売の時の返品の条件っていうのをきちんと見ておくってことですね。必ずね。返品する条件はあるはずなんですよね。なんでそれを確認しておくって、またそういう条件が返品ができないような条件の品物はうっかり買わないようにするっていうのも大事かなと思います。さあ、これは消費者が被害に遭いやすい事柄でしたね。最近は環境問題がね。 いろいろ大変になってきましたのでえっと製品にはいろんなマークが付いてますこれも私も調べてみましたがいろんなマークがあって数え切れないことでエコマークとかグリーンマークとかは分かったんですけどもえっとエナジースターマークもわかったんですけどわかんないのもいっぱいありましたねこれを全部理解するっていうのは大変でちょっとこれは逆にマークが多すぎて分かりにくいなと私の個人的な感想ですね。環境ラベルというふうに言いますねこういうものを見て 自分が得か損かよりも環境にいい品物を買ったりしようということもえっと今大事なこととされています、ね、いずれにしろ自立した消費者を目指してですね消費者主権をできるだけ獲得できるといいなということですねだが非常に難しいんですね被害に遭った時にはこういう対処をするっていうクーリングオフや返品毒薬などのこともしっかり覚えておくと良いかなと思いますみんなもぜひ大人になって えとね、うっかりつまらないものを買わされたりうっかり騙されて変な契約をしないように気をつけてください。ねはい、今日はここまでにしたいと思います。